ぎりの良さって冷たくなっても美味しいところですよね。うん、ではちょっと遠足気分でいただきます。もうほら具も見えてないですし完璧ですね。いただきます。でも結構具をね中に入れたので具までたどり着けないかもしれないです。おはがー、うん、美味しいです。塩加減も、食べ終わりました。はい、とても美味しかったです。まさか番組で塗りついてないですか、大丈夫ですか。まさか番組でねおにぎりを召し上げ、ね、こういただく時間がいただけると思っておらず、ありがとうございました。ぜひ皆さんも試してみてください。結構あの簡単なフローなので。